むつみくんお願いします。めっちゃ話されたな。あ、クラムちゃんベビーカーありがとう。むつみっちゃです。母は全てやった感じ、いやそれはないでしょ、ほとんど俺がやったわ、仕上げだけやん。お疲れです、お疲れです。仕上げだけ全然すでかけねえし、そうだよ、あのもう蜂が死んでる状態だからさ。メイクナス、メイクナス、あのもう蜂が死んでる状態なんだから意味ねえだろ。どこ行くねん、給料もらったか。給料はありますよ。変八前を駆除したいんだけど、そうなんだ。メガネス、メガネス、メガネス、え、っていうかさ、欲しいものリストって書いてあったけど気のせい。今月平八誕生日だから欲しいものリストやってんの。温泉津です、温泉津です。なんかプロフィールはなんかマジでちゃんとしたなんかインフルエンサーみたいな、なんかのねプロフィールなんだよな。蓋開けたらあのおったが出てくるだけね。うわぁ、すごい、むすみちゃんす。おむちゃんす。みかん、みかんす。ミカ出す、ミカ出す。ヤミーの事件聞いた？え、何それ？圧搾欲しいと書いてない。そうなん。あ、ミル、あ、チャカさん、ありがとうございます。平八って欲しいものリストなんかやってたんや。全然知らんかったわ。で、一つも届いてねえだろ。なんか届いたんか。ナイス。結束バンドが届いたの。なんで結束バンドが欲しいんだよ。送りたい人いたよ。本当かよ。送られてきてない時点で嘘じゃん。むつみっちゃんです。
結束バンドでそんななんか長いやつじゃないだろ、ちっちゃいのだろ。5月22日誕生日だからそれまでに届くよってもうすぐやん。闇の配信とこに一つした女性が暴言吐かれて亡くなっちゃったんだよ。今日亡くなったの。あ、ストロング、それね、昨日も話したよ、その話。ストロングじゃなくて別の人、また違う人なの。やば。それでヤミーはなんかこのさ、この人のさ、このコメントの感じさ、なんか昔こんなやついたよな。なんかこんな書き方する人いたよな、昔。いい感じ。いや、ストロングは生きてるらしいってだけ。お前マジで許せねえよ。まあ、なったかよ、お前しつこいな、お前。うん、まあ、もうその発言がなんか挨拶になってんだ。てか、てかさ、ゆって人が自殺したんやろ。ヤミーの配信が原因で亡くなったことは本当の事実で、事件だよ。だから誰に暴言言われたの？ヤミーに暴言言われたの？暴言って何言われたの、そもそも。から痩せれば、なんかネットとリアル一緒にしすぎなんだよね。ネットとリアル一緒にしすぎなんだよね。ネットとリアル一緒にしすぎないよ、マジで。事件なら警察にな、まあ、難しいよね、警察に行ったところで、うん、警察に行ったところで相手にしてもらえるかも正直定かではねえんだよね。マティアスに行ってどうするよ。いや、てか、スイコール上がってそんな暴言をちょっと言われたから死ぬって、うん、やっぱそういう人はネット向いてないからね。まずヤミーのハイエナ配信者だろう。え、俺が？ヤミーの便乗なんか全くしてないけど、ハイエナっていうには。ハイエナっていうのは、その人が終わった後に、その人の便乗配信をするっていうのが、ハイエナ配信、ハイエナっていうんですよね。別のヤミーの話題なんか大して出してないんだよね。どこがハイエナの？
お前ガチで言ってるんだったら頭悪すぎだろ。おむつ3つあす。マジでどこがハイエナなんだよな。ヤミーの便乗なんか全くしてない。ヤミーが取り上げたことの便乗もしてないのにさ。いやもうそれだけは一番言われたくないね。マジで何もハイエナじゃないんで。一番言われたくないですね、それ。むつ三つです。マチさんではなく闇枠から独立した配信者。誰のことだよ。まずタイプが全然違う、まあ、全然違うね。いい感じです。おつみつらす。ヤミーのハイエナを一番言われたくないですね。ちょっとね、コンビニにさ、あれやな、買いに行かないとか。まあでも僕のことではないみたいなので、まあそれならいいや。一番言われたくねえばそれかな、マジ。全然違うから。知ってるでしょ。
むつ3つあるっす。お疲れ様です。プライベートだろう、 BM 乗れよ。おい、いや三脚がないのね今。俺が配信始めた瞬間やったね。BM 乗ってるの？え、全然乗ってるよ。うん、いいだろ別に。俺が何の車乗るのか。 BM は今後乗ることなんだし。てかまあ乗ってるんだけどね。仕事行ってんの？いや、これで仕事行ってなかったら俺どんなさっきの話、作り話どんな作り話。車検どうするの？いつもの作り話でしょ。思っときゃいいじゃん。お前みたいにさ、考えがさ、ひん曲がったやつはさ、何の配信しても台本って言うんだからさ、まあ、お前と会話してもさ、会話することないよね。通るっしょ、やばすぎ。だな、おむつです。朝5時過ぎから仕事に行く配信してるよ、キャスで。確かに。職場でもやってるね。なんだろう。マイナス、マイナス、マイナス。偉いな。しかもお前、仕事ないよ。廃品回収じゃないしね。今日とかやってたのドカタなんだけど。ウリウリ今ティクロ会長やしたい。ナイス。働こうと思ったきっかけ、日給3000円、車検代払えるの親に払わせる。いや俺さすがに日給3000円っていうか、本当になんか他に何にも収入がなくて3000円だったら働いてないです。働いてないです、別に収入あるので残念ながら、収入はあるのでね。喉慣れてきたら変わってくるやつあるある。あ、おむつ3つあります。おむつ3つあります。疲れたな今日。クソ疲れたわ。暑さが疲れたわ。時給3000円。いや時給3000円だったらめっちゃいいじゃん。タオルっしょ、タオルっしょ、やばいやな、マジで。あれ面白すぎるぞあれ。マジおもれやれ、あの人。ミルナイス、ミルナイス。元カノです。嘘つけ。あれはマジおもろいよ、あの人。なかなかのつわものや。ずっとタオル加えるっていうのがさ、
んま見たことないからね。むつみつらやす、ミルクやす、月100稼いでるって本当ですか？それイカルトじゃないですか？俺じゃなくて100は稼いでないですね。そのなんかあの情報は思いっきり嘘だね。無許可で写して大丈夫だったの？無許可で写して、いや写してねえします。いやです、本当にそうです。いや仕事中に配信してねえし。むつみつらやす年収500円の差はどうでしょうね。そんなに稼いで何に使うの？いやそれイカルドに聞けよ。俺に聞くなよ。俺が知るかよ。そんな盗撮だろ。盗撮さんライブ配信してることだよ。午前の話は解決できた？いや、わかんないです、あれ。よく意味わかんない。謎でしょ、あれ。まあでもさ、全然知らない人の話、ぶっちゃけどうでもいいんだよな、よく考えると。どうでもいいよな。まあ、登場人物全員知らないっていうね。102号さんなんで閲覧8人の人に負けてるんや。いや、血投げでしょ。血投げらしいね。匿名イベント盛り上げ対さん 50ml ミルクをプレゼントしました。匿名イベント盛り上げ対さん10倍おむつを3個プレゼントしました。たぬき103号さん BMW は乗らないの？たぬき1号さん負けるなよ。匿名イベント盛り上げ対さんおむつを3個プレゼントしました。シャハダ、シャカ、日本国旗、千葉市さん何の子ちゃいだ、美和さん 20ml ミルクをプレゼントしました。匿名イベント盛り上げ対さん 20ml ミルクをプレゼントしました。ミルヤだ、久しぶりだな。匿名イベント盛り上げ対さんおむつを3個プレゼントしました。ミネルニア久しぶりやな。ミネルニア、いやなんかそいつは虚言言ってたんでしょ。まあまあどうでもいいんすけどね、実際。久しぶりに見たミネルニア。まあでもミネルニアの今はミロの方が可愛いよな。ミネルニアは飼わないの。隣の家の人は飼ってますね。隣の家が。むつみつ、Thank you。今日フットサルめんどくさ。まだできてなさそうじゃない。行かなきゃいいじゃん。いやでも行かないといけないんです。かなりの疲れやね。いやめっちゃ疲れたっす、マジで。良くない。どっかで食ってもいいけど。最近フットサル多いね。昨日もあったでしょ。いや少ないけどね。
昔はあの週7でしたよ、フットサル。週4しかないよ今。どうして BMW に乗らないの？どうして BMW にあなたがそんなに乗ってほしいの？乗るのは俺なのに。お前が飯いらないって言ったんだろ。いや、そこの発言を汲み取って、じゃあ絶対食うなよって、お前が飯作ってるわけじゃないから、別に良くない？お前が飯作ってんの？お前がそこにやたらこだわる必要もなくない？今から行くわ。え、今日太さで行くの？お前全くそこにこだわる必要なくない？マジで。お前そんなんでいちいち気にしてたら人生疲れない？いちいち戦うなよ。いや、わかんない。なんかその発言一つでずっとそれを気にしてるから、まあこの方は多分本当人生なんか本当にいろいろ人の発言一個取ってね、その発言を垣間見て物申してくれるタイプだから、まあ、周りも疲れるだろうね、こういうタイプ。こいつが疲れてなくても周りが疲れるよね。めんどくさいタイプ。警察もつ3つです。ウィークアイス。あれ、なんか誰かフォローしちゃった、間違えて。ミリガイスってくれなさ、フォローするなよ。いや、お前のことしてないです。お前のことはフォローしないです。スタジオでスタンバイ中。フォローしてよ。逆にインスタフォローしてください、皆さん。インスタと切り抜き。されたフォロー。あ、マジで？間違えてしちゃいました。外していい？嫌だよ。いや、お前はしなくていい。お前には見られたくない、逆に。切り抜き分かりやすいよね。あのショート動画だから。やっぱりないのでね、ショート動画の方がいいんだよね。まあ、インスタはね、本名とかね、個人情報出ちゃうんでね、まあ、されたくない人はね、しなくてもいいですね。これ見やすいよね。お前 X 滅ばしろや。アカウントを提示していってもらわないと、いつまで経ってもフォローされないです。救出ないの、切り抜き。ああ、あの救出ないの、逆に。切り抜きさん、あの救出劇ないですか、切り抜きで。ありがとうございます。なんでこんな話されてんだ毎回。相手もらってもらっても追いつかないんだけど。お前仕事辞めたの？さあ、変圧救出などは1位は女だから強い。いや、女だから強いって言ってもそんなに永久に爆投げする人がいいの？閲覧3、4人ぐらいらしいけどね。さあじゃねえよ、教えろよ。めちゃ気になるやん。やめてないですけど、まだ何かその後見た。いや、そうだよね、それちょっと上げてほしいですね。囲われるような女じゃねえぞ。じゃあなんで、やっぱ地投げっすか。
頑張れよ。いや頑張ってるよ。クソ疲れたな今日。ぬいぐるみ？あ、そうなの。じゃあ俺もぬいぐるみ欲しいけど。ぬいぐるみ欲しいけど、それみたいな。すごいね。でもまあそうやってね、まあその人はそんな多ないけど、そうやって爆投げ師がついくってことはよっぽどなんだろう、ね、何か思ってる、ね、魅力がある、ね。フワッチャー言ってたんじゃないからね。爆投げついてる方が強いからね。そうなんだ。ガチ恋？相手。お。X で爆投げ師募集したらしい。そんなことできるの？お互い投げ合ってってどういうこと？相手も投げてる人も配信者なの。ミロくん、やさいミロちゃん。ミロちゃん、もうちょっとお前外れるぞ。ん？なんかつけてる。そう。なんか顔見せてやればな。でもだいぶ慣れてきたじゃん。なんで取らないの？いや取っちゃいけねえんだよ。なんで取らないのじゃねえんだよ。アヒルなわけないでしょ。の。なんか濡れてね。こんばんは。黄色いマスク。おとなしくなったね。甘えん坊っていうか、甘えん坊は前からだけど。おい、おい、クロムハーツに触るんではない。おい、
おとなしくなった。友達がよくわかんない、まあ、ここで寝てるね。この中で寝る時が多いね。君の目見てみ。何？赤ちゃんみたい。いや赤ちゃんだけど。赤ちゃんだけど。よし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 。なんて言うのかな。明日の昼も君は弁作ったの。早っ。逆に早くね。ミルク皆さんです。まあ、性格はあんま変わってねえけどな。あんま泣かんくなったね。行動は。飽きたらしい。こら。痛い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 。爪切らんといけないぞ。何がだよ。
あ、なんで、いいね。面白いんだよね、今。なんで？行動が。いや、それはず、それがあれだからじゃん。めっちゃ面白い。よいしょ。なんでこんなにコードぶら下がってるの？充電してるか。動きおかしいねえかな。ケツ振って顔振って。もうついてるよ。平八じゃない。なかなか順位が上がらないですね。あ、グッド。ごめん、ミルク、ありがとう。ごめん、ミルク、ありがとう。うん、して。めんどくさい、行くの。うわー、今日マジどうしよっか、寝よっかな。寝よっかな、マジで。うん、今日フットサルマジきついわ。おむつ2個ありがとうございます。明日がイベント最終日。行かなきゃダメなの。ダメだね。いや、うん、島根になる。そう、いや、マジで熱中症になるわ、マジで。熱中症なるわ、マジで。ほんと熱中症なるわ。明日は仕事休みだよね。休みじゃねえよ。休みてえわ。休みてえよ、マジ。塩分タブレット、ああ、あれね。一旦終わりますか。ご飯。はい。ご飯。どうしよう、休めない。いや、別に休めるよ。
仕事やる意味あんの？あんまない。お金的にはないですね。